クラッシュアンダー58キログラム級初代王座決定戦です。中村さん、8人参戦のトーナメントの決勝戦決定戦ということになりましたね。そうですね、ある意味優勝候補だった2人が順当にこう決勝まで勝ち上がったんじゃないですかね。タケルの方は矢上健太に1ラウンド KO 勝利、そして鈴木雄三に判定勝利、寺戸の方は高一に3ラウンド TKO 勝利、神戸翔太に判定勝利でやってきています。さあ今第1ラウンド、事前にのトーナメントの出場選手にコメント聞いたんですけど、みんな共通して言ってたのが、序盤は武尊選手がおそらくペースを取るんじゃないかと、で長引けば寺戸選手のキャリアがどんどん出てきて寺尾選手のペースなんじゃないかというふうに言ってたので、まずは1ラウンドでそれがどうなるかっていうのはちょっとポイントになってくると思いますね。圧力をかけて赤いグローブが寺戸、ベテランファイターの域に入ってまいりました。それに対して小比類巻選手、タケルはもうスピード、そして当て込む強さ、ハードヒットありますね。僕も今選手、ジムで選手募集してて、いろんな選手をクラッシュとかグローリーに入れていきたいんですけど、そういう指導してるんですけど、このタケル選手っていうのは本当に手がかからなそうな選手なんですよね。いわゆるスピードもあって勘もあって、で何よりセンスありますよね。こういう選手やっぱり本当に何でも覚えてくれる、すぐに覚えてくれるっていうタイプで、気持ちもすごくいいですよね。この気持ちがね、もうここまで乗っけてきてくれたんじゃないかなって感じるんで。ただ寺尾選手ベテランですよね。でパンチもあるし、ダウン食ってからの生命力ありますよね。生命力、中村さん、アンディハウソン戦などは真骨頂でしたね、寺尾。そうですね、本当に ISK で世界タイトル取ってから、竹谷選手のタイトルマッチでは負けたんですけど、それ以外のこの激闘ぶりというか、本当なんか寺戸選手にしかできない試合っていうのを毎回見せてくれてますよね。その寺戸の戦い、試合というのを内容でも超えて勝つんだという武尊宣言がありましたね。やっぱりこの寺戸選手と戦うってことはそれだけの意味があることですし、やっぱりベルトがかかってるからそれだけ重いことですからね。重いといえばパンチがあります、寺戸、特に右でしょうかね。あと飛びそうですね、最近は。小比類巻選手、何が一番試合を見る上でポイントになってくるんでしょう。おー、強い、タケルのパンチ、右が返す、寺戸、うわー、もう完全に右が右、倒した、タケルがまず倒した、寺戸倒れた、立ち上がった。第1ラウンドまだ時間はあります。ちゃんとしまったという表情になりましたが、寺戸、赤いグローブすぐに返す、膝も折り回せてのタケル、膝を返す寺戸。小比類巻選手、打ち合いの中で、今も右のパンチ、タケル当てますし、早いですね。ワンツー、前に出る、寺戸も返す、何、ロングレンジのパンチ、完全に打ち合い、前に出る、有効だわ、青いグローブ、右アッパー、タケルか、寺戸返す、下がりながらも下がらせて膝はタケル、ここで第1ラウンド終了です。選手の結構パンチも下がりながら当たってたので、全然まだ分かんないですよこれは。2人とも威力もありますしね、さあ第2ラウンドです。第1ラウンドには青いグローブ、タケル、まずパンチでダウンを奪っています。さあ小比類巻選手、寺戸がどう返してくるか、出てくるかですね。今ハイキック食らいましたけれども、何があるか、飛び膝、ここで出した、さらに右ストレート、ポンヤー、寺戸、タケル返す、左に回って飛び膝、寺戸右のパンチ、さらに右、打ってこいというタケルの表情。いや、こういうところも最大の魅力です。タケル前に出ます、寺戸、今ボディ、膝を食らったが右ストレート、拳
投げつけるようです。さらに膝、武尊も返す、右膝、左ミドルキック。会場で見てると寺尾選手のあのパンチの音って骨が当たるような音するんですよね。はいはい、もうこれ58kg級の息を超えているような寺尾のパンチ。しかし武尊もそれがあります。武尊選手みたいなあのセンスというか勘がいい選手っていうのは、例えば防御に対してもテクニックなくても壊しちゃうんですよね。ビギーワンダー寺田当たりましたね、うん、寺田のパンチ。タケルタケル、寺田選手はこういう時持ってるんですよね。打ち合い、そこに引きずり込むような展開か。左がちょっとコツコツ当たってたんで、そこからまた右でしたね。右のパンチは気をつけなければいけないと、寺戸と対戦するファイターは誰もが中村さん語りますけれどもね、はい、竹根も同様前に出てくる。それでもしっかりパッと目を見開いて寺戸が出てくる。左ロングフック、竹根ボディ打ち、寺戸飛び膝、さらに右ストレート、膝からストレートのパンチがあります。寺戸リリバク選手どう見えますか。そうですね、まあそうですね、膝、武尊選手この膝前回の試合でうまく覚えましたよね、このラウンド結構あの膝をうまく入れてペースを作ってますね武尊選手が、はい、そしてカウンターも随分練習してきたというのは中村さん前回で分かりましたよね、はい、武尊、はい、この打ち合いでそれが功を奏するのか。いやもう前に出るんだという武尊です。共に右が強い、話を見ている武尊、それでもひるまない前蹴り、さらに膝、効いてると思うんですけどね、寺尾選手のパンチの方もどっちのどちらのパンチも膝も左フックも何もかもが強い。第2ラウンド終了。勝者はクラッシュの歴史に名を刻みます。 58kg 級チャンピオンとなる赤いグローブ寺戸、青いグローブ武尊、ボディストレートは寺戸、第1ラウンドには武尊がパンチダウンを奪っています。さあこのラウンド飛び膝、そこからのパンチという寺戸、武尊がそれでもプレッシャーをかけてくる、打ち返してくる。クリーマク選手どこを一番注目されていますか。やっぱ寺尾選手1回ダウン取られてますよね、そこからも盛り返し、はい、毎回これ倒すんですよこの後、必ずそうなんですよね、ただ武尊選手今回やっぱりもうかけてますよね、絶対取ってやると。中村さん、はい、右のストレート強い寺尾、もうトーナメントが始まった時点からこの寺尾を視界に入れてバックスピンキック、武尊気持ちも随分強い、高いモチベーションを保ってきましたよね、はい、またこうベルトっていうものを自分がこう生きてきた証っていう表現を使ったのがやっぱりそれだけ武尊選手の思いが強いんだと思うんですよね。勝たなければもう自分の戦っている意味がないんだと、はい、まあ、もう極端な話、生きている意味がないぐらいのことだと思うんですよね、その強いモチベーション、高いモチベーションの武尊、それに対して寺戸も強い、絶対に勝つんだという食らいながらの前に出て右、寺戸、寺戸、バックスピンキック、武尊、さらに膝、もう小比類巻選手、武尊が何か打ち合いを楽しんでいるかのようですよね、ここもそうです、膝から左ミドル、寺戸選手もあの自信があって、必ずあのダウン取ってやろうっていう、あのテクニック云々じゃないですよね、気持ちなんですよね、ここで必ず毎回返す、取っていくっていう。はい、大飛び膝、武尊もう笑っています。バンクブロー寺戸、バンクブロー返す武尊、効いていないんだということか、いや効いているはずなんですけれどもね、中村さん、そうですね、すごいボディ、右のストレート寺戸、左フック武尊、効かない、効けない。武尊選手はここから楽しめる選手ですからね、この打ち合いから、すごいファイター21歳武尊、
いやただ寺田選手も強い。32歳寺田、このフックを食らっても下がりながらも強い右当てていく。さらに左フック返すのがタケルのパンチ。圧力強さ拳、テクニックを超えていく。それがこのタケル、パンチ寺田も返す。寺田、寺田、タケル、これがクラッシュ。タケル、寺田の右、さらに右、試合終了。終わった終わった。判定に入ります。勝敗は判定によって決まります。中村さん、大激戦でしたね。そうですね、ちょっともうこんなにこう後楽園ホールが揺れるっていうのはないぐらい会場がすごい空気になってましたね。いやもう地鳴りのようでしたけれども、はい、何かもうようやく終わったという気持ちも生まれますし、まだ見ていたいというのはもう戦っていた2人には幸福でしょうか。寺戸、そして武尊、充実その一号でしょう。さあ判定です。ジャッジ豊田が29対27、青武尊2ポイント差。武尊が1票取った。ジャッジ1は29対27、青武尊チャンピオン。武尊58kg 級初代王者はチームドラゴン武尊。幸せです。で、寺田選手めっちゃ強くて、もうずっとトーナメント始まった時から絶対寺田選手に勝ってクラッシュのチャンピオンになりたいってずっと思ってて、で、その通りにクラッシュのチャンピオンになれて本当に良かったです。寺田選手がやっぱ世界チャンピオンということで、クラッシュの代表選手 で僕もやっぱ、結構覚えてもらってる人には覚えてもらってるんですけど、まだやっぱ知られてないところもあって、でやっぱ格闘技やってて、チャンピオンじゃないと認められないことがすごい多くて、格闘技始めた時もプロになるって言った時も反対されることも多かったし、チャンピオンに
なんないと認めてもらえないなってずっと思ってて、今日それが叶って本当良かったです。でも今日チャンピオンになったけど、僕にとってはこれが始まりなんで、こっからどんどん日本のトップの選手いっぱい倒して、全員倒して、日本一証明して、世界のベルトも狙っていきたいと思うんで、応援よろしくお願いします。ずっと言おうと思ってたんですけど、チャンピオンになったら言おうって思ってたことがあって、今まで僕が生まれてきて親から始まって僕に関わってくれた全ての人に感謝したいと思います。ありがとうございました。おっす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 